の心を体を捧げられる礼拝になりますように、ご一緒にお祈りしましょう。
はようございます。ただいまより70周年記念2023年1月22日第4神出礼拝を始めます。2023年兵庫聖域、私は福音を恥としません。福音はユダヤ人をはじめギリシア人も信じる全ての人に福音をもたらす神の力です。福音には神の義が掲示されていて、信仰に始まり信仰に進まるするためです。義人は信仰によって生きると書いてある通りです。ローマ人への手紙1章16から17節、ご一緒に賛美したいと思います。賛美歌495番、イエスよこの御名です。お体に差し込まない方はご注意ください。
我らは天地を作り主、全能の父なる神を信ず。我らはその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により受け宿り、乙女マリアより生まれ、ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死んで葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちより蘇り、天に昇り、全能の父なる神の右に座したなり、かしこで生きされて、生けるものと死なるものとを授かったもの。我々は聖霊を信ず、聖なる行動の境界、聖との交わり、罪の許し、体の蘇り、常しえの命を信ず。アーメン。主イエス様が教えてくださった御祈り、主の祈りをご一緒に祈りましょう。主の祈り。天に暮らします我らの父よ、願わくば御名を名前をせさせるため、御国を来たらせるため、御心の天になるごとく父もなさせるため、我らの日常の糧を今日も与えるため、我らに罪を犯すものを我らが許すごとく我らの罪を許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなるため、アーメン。司会者が祈ります。心を合わせていただけましたら幸いです。天におられる父なる神様、あなたのお名前を褒めたたえます。私たちを憐れんでくださる神様、世界のため、教会のため、互いのために捧げる私たちの身を引き上げてください。戦争や災害に見舞われた地域のために、また貧しさから命が危機にさらされている人たちのために祈ります。物質的な豊かさや効率の良さを求め、差別や偏見にとらわれる私たち自身が争いの種をまき、貧しさを作り出し、自然を破壊、多くの苦しみを生み出しています。世界を悔い改めると導き、あなたの光で照らしてください。世界の教会のために祈ります。困難にひるむことなく希望を持って歩めるよう導いてください。教会のために働く教師たち、学びを重ねる新学生たちを祝福し、力強く主の御言葉を取り継ぐことができるよう導いてくださるように、今ここにあなたが残してくださった言葉の解き明かしをしてくださる野町牧師が、大きな力とあふれる知識を使い、私たちに全て理解できる言葉で伝えることができますよう立ててください。また私たちの耳が心が余すところなく取り入れることができますように、私たちの心を整えてください。教会とここに集う私たち一人一人が新たな思いを持って十字架を仰ぎながら歩むことができますように、主イエスキリストの御名をもって祈ります。もう一曲ご一緒に賛美したいと思います。賛美歌501番命の御言葉です。Thank you.
教の聖書箇所、ローマ人の手紙1章16から17節を司会者が読みます。その後に私は福音を勝ちとしないと題して野町先生からメッセージをいただきます。読みます。私は福音を恥としません。福音はユダヤ人をはじめギリシア人にも信じるすべての人に救いをもたらす神の力です。福音には神の義が掲示されていて、信仰に始まり信仰に進ませるからです。義人は信仰によって生きると書いてある通りです。以上です。皆さんおはようございます。今日もようこそ杉田キリスト教会の礼拝にお集いくださいました。心から感謝いたします。お祈りの中で主を待ち望みたいと思います。天と地とその中にあるすべてのものを何もないところからお作りになり、存在へと招き命と愛を注いでいてくださる天のお父様、あなたのお名前が聖なるものとされますように、あなたの御国が来ますように、あなたの御心が天において完全に行われているように、この地上におきましても私たちそれぞれの人生におきましても、あなたの御心だけが豊かになりますようにと心からお祈りいたします。主よ、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの罪を許してください。主が私たちを許してくださったように、互いに許し合うことができる私たちとなりますように。私たちを試みに合わせないで悪からお救いください。私たちはあなたの助けなくして罪を犯すことから守られることはありません。主よ、どうぞ憐れんでくださり、弱い私たちを試みに合わせないで悪いものから悪からお救いくださることをお願いいたします。そして主よ、国と力と栄え世界に満ちるすべてのものは誰のものでしょうか。あなた様のものです。主よ、すべての栄光をあなたにお返しすることができる私たちとなりますように。愛する主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。私は福音を恥としない、そんな単位を今日はつけております。改めてこのローマ人への手紙読み始めておりますけれども、一章の一節、そこに差出人の姿があります。キリストイエスのしもべ、神の福音のために選び出され使徒として召されたパウロから、自分はイエス様のしもべです、自分はイエス様の奴隷ですと、そう自己紹介するパウロからこの手紙が書かれております。宛先は7節に記されていました。ローマにいる、世界の中心にいる、すべての神様に愛され召された生徒たちへ、神様に愛されている人たち、それすなわち信仰へと召された人たち、そして聖なるものへと召された人たちへとする記されています。そしてパウロはまず感謝を捧げておりました。まずはじめにイエス様を通して私の神様に感謝します。なぜかというと、全世界であなた方の信仰が語り伝えられているからですと、そのようになりました。すべての道はローマに通ず、逆に言えばすべての道が全世界に通じていました。ローマから、ローマで起こったことはつつ裏裏で全国で話題になる、語り伝えられていく、そういう形であの
世界の大使とローマにも、ローマ帝国の使とローマにもクリスチャンがいるんだ、キリスト者がいるんだ、そこに教会があるんだという喜びが、知らせが全世界に伝えられていました。決して地方や田舎でだけ通用する福音ではなく、大都会の首都のど真ん中で世界の中心にいる、バリバリに活躍している人たちが山ほどいる、そこにおいても福音を信じている人たちがいる、それは神様の大きな奇跡の一つでありました。ですからパウロはまず感謝をしています。感謝を捧げつつ、日々のお祈りの中でいつも願っていることをパウロは告白を始めます。実は私が御子の福音を伝えつつ、心からお仕えしている神様が証ししてくださることですが、嘘ではないんです。私は絶えず皆さんのためにお祈りをしているんです。皆さんのことを思いながら、覚えながら祈るときはいつも神様の御心によって、今度こそついに道が開かれて、何とかして皆さんのところにローマに行けるようにと切に願っています。パウロは手紙を結局書くことになったんですけども、その前に直接会って、直接お交わりをしながら、直接食事をしたり、直接祈りと賛美を伝えながらメッセージを分かち合いたいと切に願っています。なぜかというと、御霊の賜物を少しでも分け与えて皆さんを強くしたい、そういうことよりもお互いの信仰によって共に励ましを受けたい、私も皆さんの励ましを必要とするものですとパウロは語ります。そして13節、こんな言葉がありました。兄弟たち、知らずにいてほしくはありません。まだ一度もお会いしたことがない皆さんですが、私は他の異邦人たちの間で得たように、あなた方の間でもいくらかの実を、信仰的な実、御霊の実を見たいと、得たいと何度もあなた方のところに行く計画を立てましたが、今に至るまで何度も七転び八起きで頑張っているんですが、でも妨げられてまだ道が開かれていないという状況でありました。そして14節、先週覚えたところですが、パウロはもう一つの自己紹介を始めます。私は負い目のあるものでございますというのです。負債のあるもの、返さなければならない借金のあるものでございますというのです。誰に対してでしょうか。ギリシャ人にも、未開の人にも、知識のある人にも、知識のない人にも、負い目のあるものです。がんの特効薬、2人に1人の人ががんになると言われる時代に、がんの特効薬を知らされた者が生じる、その負い目と似ています。いや、それ以上です。がんにならない人にも、罪というがんよりももっと恐ろしい悪性の腫瘍が救っています。確実にその人を死へと誘う罪という悪性の腫瘍が私たちの心の中にはびこっているのです。それは全身に、体と心に転移しています。もう全てのことにおいて自分がしたいと思うことができない、しちゃいけないと分かっていてそれをやめることができない、罪の奴隷、快楽の奴隷、欲望の奴隷、人の目の奴隷、しかし罪と死に対する特効薬が完成したんです。そしてそれは十字架において完成しました。どんな人であっても、どんな悪い人であっても、どんな汚れた人であっても、どんな自分勝手な自己中心な人であっても、どんな無関心な人であっても、望みなき罪人にそこから救われる特効薬が完成した、罪と死に対する特効薬です。それを知らされた者には負い目が生じます。世界中の全ての人に通用する福音を知らされたからこそ負い目があるとパウロは告白しています。それを伝えないことは私が責任問われることだ。確実にその人を救うことができるその福音を
伝えないということは災いになってしまう、そういう中で、それですから15節、それですから私としてはローマにいるあなた方にもぜひ福音を伝えたい。もうすでにお聞きになってよくご存知のことであるかもしれませんが、ぜひ改めて私なりに福音を伝えたいと語っています。何度も何度も直接会いたいと願ったんですが、その道は閉ざされ続けていました。まだ道は開かれていませんでした。それでパウロは諦めませんでした。今できるベストを尽くす、今できる最善を尽くす、それですからパウロはよし、手紙を書く、一生懸命お祈りして言葉を選んで、じっくりと私が福音をどんなふうに信じているのか、福音とは聖書全体が語っている福音とはこんな豊かな素晴らしいものだよということを書いて書いて、遂行して遂行して祈りつつ、この手紙が、ローマ人への手紙が書き記されていくことになりました。今日見たい御言葉が16節17節の御言葉です。ローマ人の手紙の主題と言われます。一番の伝えたいメッセージがここに凝縮されています。でもあまりにも短い言葉で凝縮されておりますので、これから先味わっていくことを順番に覚えていかなければ、その全てをすぐに理解することはできないと思います。でもまずパウルは今日祈り一番に最初に16節の一番最初の言葉を語り始めています。私は福音を恥としません、私は福音を恥としない、その言葉から今日パウルは語ります。もっと積極的に私は福音を誇るとなぜパウロは書かなかったのか、深い理由があったと思います。祈りながら聖霊に導かれたパウロは、私は福音を恥としませんという表現をあえて使っています。パウロ自身も時に福音を恥としてしまうような弱さを覚えていたからでしょう。しかし私は福音を恥としない、そういう自分に対する宣言であったとも思います。世の人はバカにする、あんな恥のようなものを信じて何になるのかと言われる、でも私は福音を恥としない。そしてパウロは続けて、なんで私が福音を恥としないのかという理由を語っていきます。日本語ではなかなか訳しきれないんですけども、私は福音を恥としませんの後にはなぜならという言葉が入ります。その理由はなぜか、福音を恥としない理由はなぜか、福音は信じるすべての人に救いをもたらす神の力だからですとパウロは続けて語っております。ユダヤ人をはじめギリシャ人にも、それは世界中の人を意味します。ユダヤ人、それは神に選ばれたイスラエルの人たちであります。ヘブル語を話す、ヘブライ語を話す人たちであります。そして旧約聖書はまさにユダヤ人が書き記した神の言葉であります。しかしユダヤ人だけでない、その他大勢の異邦人とユダヤ人が表現するギリシャ人にも、つまりユダヤ人以外の全ての人たちにも、信じるすべての人に救いをもたらす神の力こそ福音だから、私は福音を恥としなしないんですとパウロは語ります。信じるすべての人にという言葉がまず使われています。素晴らしい働きをなさっている先生がたくさんいらっしゃいます。クリスチャンの方々がたくさんいらっしゃいます。しかしちょっと行き過ぎてしまって、信じる全ての人にという言葉を省いてしまう人がいらっしゃいます。信じなくても全ての人に救いをもたらす神の力、でも聖書は信じる全ての人にとあえてここに言葉を
用いています。しかしそれだけが条件だというのです。信仰だけが唯一の救いの条件であります。何か一生懸命頑張って良い行いをして良い人になる必要がない。いや、そんなことは無理だから、ただ信じるだけで、ただ信じるだけで全ての人が漏れなく確実に救いを受けることができる、そう語っております。あの、ただ信ぜよという賛美歌が、聖歌が響くのであります。ただ信ぜよ、ただ信ぜよ、十字架にかかりたる救い主を見よ。そして救いをもたらすという言葉が使われています。何からの救いでしょうか。罪からの救いです。それは言い換えるならば神の怒りからの救いです。来週以降パウロはちょっと長めに神の怒りについて語り始めます。罪を罪として見逃すことができない、罪を憎んで罪人を愛される神様が、その罪人に対してそのままでは神の怒りを受けることしかできない。でもその神の怒りからの救いであります。神の御座が近づいている、時は満ち、神の国は近くなった、神様ご自身がこの地上に来られている、もうすぐ来られた、手を差し伸べるとそこに触れることができるほど近くに神の国が来た、だから悔い改めて福音を信じなさいとイエス様自身も語りましたけれども、罪からの救い、それは神の怒りからの救いです。実に罪を持ったままでは絶対に天国に入れないのでございます。そして罪こそ癌よりも深刻な悪性の腫瘍なんです。それは全てを取り除くことはただ十字架のイエス様によってのみ可能なことでございます。ただ信じるだけでよい、ただ信じるだけで罪から救われる、神の怒りから救われる、あるいは神の怒りがもたらした依存症から救われるということでもあるかと思います。来週のメッセージのタイトルはですね、神の怒りの引き渡しと書いておりますが、神の怒りはどういう形で現れたのか、それは引き渡すという形で行われている、明らかにされます。恥ずべき情欲に引き渡される、汚れたその汚れに引き渡される、無価値な思いに引き渡される、これが神の怒りです。つまりありとあらゆる依存症に引き渡される。あなたがそんなに快楽が大好きならもう快楽に浸りなさい、どうぞ依存症になってくださいと言って、もう助けないでその快楽に溺れるままに、なすがままにさせられる、それが神の怒りなんです。神様は優しい方しか怒らない方ですか、そうではないんですよ。本気で怒ると神様ほど怖いものはありません。お前がどうしてもそれをしたいというならば勝手にしなさいと言って突き放すんです。それが神の怒りです。どうしてもそれをしたくないというならもういいですと言って突き放す、これは神様の怒りです。でもその裏には神様の歯がゆいほどの愛と優しさが溢れていて、神ご自身が勝手にしなさいと引き渡すと同時に自分自身が痛んで仕方がない、そういう状況であります。しかしここで言っている救いは、信じる全ての人に与えられる救いは、罪からの救いであり、神の怒りからの救いであり、依存症からの、あらゆる依存症からの救いです。罪人というのは別の言葉で現代風に言うならば依存症の人です。お金の依存症、ギャンブルの依存症、快楽の依存症、力の依存症、スピードの依存症、ショッピングの依存症、スマホの依存症、いろいろあるかもしれません。とにかく自分の
欲望に振り回されて欲望の奴隷、快楽の奴隷になっている。その欲望を満たすためには何であっても神様のようにひれ伏して拝んでいる。その自分の思いを満たしてくれるものは神様として慕い求めている。それはまさに依存症です。分かっていて分かっちゃいるけどやめられない。そんなことしちゃいけないと分かっているけどつい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 何度も何度も同じことをして元の木阿弥、ミイラ取りがミイラ、何度やっても何度決心して何度そこから抜け出したいと思っても抜け出せない泥沼であります。しかしパウロはなぜ福音を恥としないのか。なぜなら福音は信じるすべての人に救いを確実にもたらす神様の力ですからと語ります。本当に死から命に移すことができる神の力です。闇から光に移すことができる神の力です。サタンの支配から、あらゆる欲望の罪の鎖から、そこを鎖を断ち切って本当の自由に解放してくださる、そういう救う力がある神の力、それが福音だから私は福音を恥とはしないんですよとパウロは語っています。そしてその神の力という言葉もパウロは的確に選んでいます。人間の力ではないんです。人間の頑張りとか人間の努力とかそれではないんです。福音は人間を救う神の力です。人間を解放する神の力です。私たちは弱いです。でも神が強いんです。私たちはダメダメです。でも神が素晴らしい方なんです。福音は人間の力ではありません。あなたの頑張りとか努力ではないのです。救いはただただ神の力にかかっております。そして神様でしかこんな私たちを救う力はないのです。救う力を持っている方、それは救い主でしょう。私たちは自分で自分を救う力があるのでしょうか。ありません。どんなに涙ぐましい血の滲むような努力をしても私たちは自分で自分を救うことができないのでございます。どうしても罪に対して引っ張られて、そして罪に支配されて、罪と死の原理が私をがんじがらめにして惨めな無力などうしようもないものになっている。しかしそこから解放するのは神の力のみであります。私は福音を恥としません。なぜかというと、福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも、信じるすべての人に救いをもたらす神の力ですから、パウロはそう語ります。そして17節に移りましょう。続けてパウロは福音の素晴らしさをまた別の表現で語り始めます。実はなぜ神様の力である、福音はなぜ神様の力なのか、その理由は福音の中には神の義が掲示されているからですよ。そして信仰に始まり信仰に進ませるからです。義人は信仰によって生きると書いてある通りです。そうパウロは語り始めます。福音には神の義が掲示されていてと、掲示という言葉が使われます。黙示録の黙示という言葉と同じです。全く同じ言葉です。掲示というのは黙示というふうにも日本語で訳されます。覆われていたものが明らかになる。あの結婚式の時に花嫁さんの顔にかかっていたベールがこう取り除かれる。それが掲示です。黙示です。今まで覆われていたものが明らかにされる。それがここで言われている啓示という言葉です。今までよくわからない、覆われていた、
でも福音は神様の義というものをはっきりと見えるように提示された、その神様のプレゼンテーションを提示でございます。福音には神の義が掲示されている、提示されています。そして福音の中に掲示されている神の義、明らかにされた神の義をパウロは語り始めます。新年礼拝の時にもご紹介しました、申し上げましたが、福音には神の愛が掲示されていてと書かれていないというのがすごく意味のあることだと思います。福音には神の義が掲示されている。それは罪を持ったままでは、そのままでは受け入れることができない、その神の義であります。罰すべきものは必ず罰して報いるものとおっしゃる聖であり義である神の義が福音には掲示されていると言われます。先取りいたしますが、イエス様によって明らかにされました。それが神の義です。特に十字架にかけられたイエス様によって神の義は明らかになりました。十字架の上で全く罪のない全く聖なる方がどれほど罪人の身代わりに苦しまなければならなかったのか、そこにこそ神の義がはっきりと明確に明らかにされております。そしてパウロは続けます。信仰に始まり信仰に進ませる、神様が皆さんに信仰を与えてくださる、そして皆さんもその信仰による歩みへと導いてくださる、良い働きを始めてくださるのも神様ですし、それを完成にゴールに至らせてくださるのも神様です。信仰に始まり信仰に進ませるからです。義人は信仰によって生きると旧約聖書に書かれていた通りですよと。この信仰によって生きる、義人は信仰によって生きる、これこそがローマ人への手紙の一番のところですし、旧約聖書新約聖書を貫く福音です。四文字熟語にされています。四文字熟語、信仰義人、信仰によって義と認められるということです。ぜひ覚えてください。信仰義人、プロテスタント宗教改革はここから始まっています。16世紀にローマカトリック教会はこの真理を見失っていたんです。そして義人は献金によって生きるとか、義人は奉仕によって生きるとか、義人は良い行いによって生きると勘違いしていたんです。全く間違いです。本末転倒も甚だしい。義人は信仰によって生きるのです。何の良い行いもすることができないものが、ただ信じるだけで義と認められて、罪なしと認められて、そして天国へのチケット旅券をいただける、パスポートをいただける、ビザもいただける、そしてその永住権、天国に国籍が与えられて天のふるさとで永遠を過ごすことができるものになる。義人は信仰によって生きる。マルチン・ルターもまたアウグスティヌスも、ルターもカルバンもウェスレーも、また世界中の多くの人たちがこの言葉によって新しくされました。福音によって全く新しいものに変えられたんです。それまで一生懸命頑張らなきゃいけない、こういう立派な人じゃなきゃいけない、そうこういう人じゃなきゃいけないというその苦しみの中で全然喜びもなかったんです。もう苦しくて仕方がない、私はもうふさわしくない、どうしようもない、ダメな人間だ、存在そのものが罪だ、
ということではなかったんです。でも聖書は義人は信仰によって生きるんだよ、あなたもその信仰によって生きるものになってくださいね、神様はあなたを天国に招いておられますよ、そう語っています。皆さんはどんな音楽を聴かれるのがお好きでしょうか。いろんな音楽がありますので本当にそれぞれ好みがあると思います。カーティス・メイフィールドさんという方はご存知でしょうか。 People Get Ready という歌を作りました。 People Get Ready、 日本でこの曲を有名にしたのはロッド・スチュワートさんのボーカルとジェフ・ベックのギターです。ジェフ・ベックさんこの前亡くなりましたけど、ロッド・スチュワートさんのあのかっこいい声とジェフ・ベックさんのあのかっこいいギターで紹介されました。先日手に召された小坂忠先生もこの曲をカバーしております。 People get ready、 用意はいいか、荷物なしで乗るだけでいいよ、行き先信じて切符はいらないから、そして言うのさ、 Thanks the Lord、 神様感謝します。あるレコード会社の堀克美さんという方がこの People Get Ready という歌を日本語に訳してくださっております。それをご紹介いたします。みんな準備しよう、もうすぐ列車が来るよ、汽車が来るよ、荷物はいらないんだ、ただ乗り込めばいいんだ、ただ信じる心があればディーゼルの音は聞こえてくる、切符だっていらない、ただ神に感謝するだけでいいんだよ、みんな準備しよう、ヨルダン行きの汽車が来た。ヨルダン行きの汽車というのは天国行きの汽車ということです。約束の地に向かって汽車が走っている、目的地はそこです。約束の地、プロミスとランド、そして国中あちこちからその列車は乗客を乗せて巡っているよ。信じる心が鍵だよ、信じる心が鍵だ、ドアを開けてさあ乗り込もう、最も強く愛された者たちには希望がある。しかしこの歌はその後転調してもう一度すごく語りたいメッセージを語り始めます。自分だけが助かろうとして全人類に害を与えるような望みのない罪人のための場所はない、そんなことが歌われるんですよ。私最初よくよく聞いてて、って思いました。ホープレスシナー、望みなき罪人にはその居場所ないよって言われちゃって、それって福音なのって思っちゃいました。ちょっとそこは福音的じゃないんじゃないの、どうして望みなき者には居場所ないって歌うので、何度も何度も注意深く元の英語を読んでみました。でやっぱりこれに的確な訳だと思いますが、自分だけが助かろうとして全人類に害を与えるような望みのない罪人、そういう人には居場所ないよと歌われています。哀れに思う機会を失いそうな彼らを、神の御座から離れ隠れる場所はないんだ、神の御座が近づいている、神ご自身が近づいている、その裁きの御座が近づいている、どこにも隠れる場所ないよと歌われています。だからみんな準備しよう、汽車が来る、荷物はいらない、ただ乗り込めばいい、ただ信じる心があればディーゼルの音は聞こえてくる、切符だっていらない、ただ神に感謝するだけでいいんだ。で昨日も夜な夜なですね、これずっと引っかかってたんです。自分だけが助かろうとして全人類に害を与えるような望みのない罪人って誰のこと。いや、望みのない罪人のこそ、罪人のためにこそ神様居場所を備えてくださったんじゃないんでしょうか。私たち一生懸命頑張ったって望みないんですから、望みなき罪人ですよね。そういう人に、そういう人の場所ないって言われたら困っちゃいます。でも非常にまず全人類に害を与えると書かれていました。 All mankind、 全ての全人類に害を与える、そんな人って誰なのっていうことですけど、ちょっと普通の罪人ではありません。
そしてなおかつ自分だけが助かろうとしてという言葉が使われている。でだんだんですねパウロの姿と重なってくるんですよね。パウロは私は全ての人に対して負い目があると言いました。罪と死に対する特効薬としての福音を知らされた者に生じる負い目です。世界中の全ての人が信じるだけで救われる力がある、その神の福音を知らされた者に生じる負い目です。世界中の全ての人に通用する福音、信じれば必ず天国に入れるという救い福音、信じる全ての人に確実に救いをもたらす神の力、それを知らされた人が自分だけが福音によって助かろうとして未信者に福音を伝えなかったらどうでしょうか。その人こそ望みのない罪人と言われてしまうかもしれません。その人こそ全人類に害を与えてしまうような人になってしまうのではないでしょうか。がんの特効薬よりもすごいんですよ。コロナの特効薬よりもすごいんですよ。罪を全ての罪から清めて国籍が天にあるものとされる、チケットが与えられる、旅券が与えられる、誰にでもです。信じるだけで誰でも天国に行けるという福音なんです。でもそれを伝えないということは全人類に害を与えるようなものなんです。本当にそうだと思います。パウロ自身はそのことに戦慄したです。私は福音を伝えなかったら災いだ、諸悪の根源でしかない、全人類に害を与えるものでしかない、存在そのものが罪人になってしまう。まさに自分だけ救われて自分だけ助かって未信者に福音を伝えない、そんなことってあるかい。自分がただ憐れみによって救われたならば同じことを誰かに伝えてあげるべきじゃないの。私も思いました。二十歳の時にイエス様のことをくどいぐらいに言われてやっと信じることができた時に、信じたらです、どうしてこんな素晴らしいものをもっと早く伝えてくれなかったんですかとかって文句言ったんですけど、でも世の中の多くの人はそれを待っていると思います。日本という国は大変特殊な国です。100人いると100人の日本人の中でイエス様を信じている人は1人ぐらいです。100人いてたった1人ぐらいしかイエス様を信じている人がいないんです。天国行きの切符を持って列車に乗り込んでいる人は1人ぐらいしかいないんです。 1% 弱と言われます。他の99人の人は一度も福音を聞いたことがない。イエス様の福音ってそれ何、十字架の意味って何ですか、復活、イースターって何、クリスマスって何、罪って何ですか。私はそんなに悪い人じゃありません。でもパウロは語ります。14節15節で語っていました。私はギリシャ人にも未開の人にも知識のある人にも知識のない人にも世界中の全ての人に対して全人類に対して負い目のあるものです。なぜかというと全ての人を救う神の力である福音をすでに知らされて、すでに救われて、そしてこんな私が福音を伝える器として用いようとされているからです。こんな どうしようもないものがあえて福音を誰かに届ける祝福の元井さんとして用いられる、それがパウロが体験した人生であり、全てのクリスチャンに適用できる招き、あるいは飯ではないかと思います。私は福音を恥としません。なぜですか。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも全人類に、信じる全ての全人類に救いをもたらす神の力だからです。福音には神の義が掲示されています。明らかになっています。
十字架の上のイエス様をご覧になってください。神は罰すべきものは必ず罰しないと、罪を持ったままでは天国に入れられないんです。でも大丈夫ですよ。イエス様があなたの罪を身代わりに十字架でその罰を全部受けてくださいましたから、あなたの上に落ちるはずの神の怒りの雷は十字架の上のイエス様に、被雷神である十字架の上のイエス様に落ちましたから、もうあなたの上に落ちてくることはありません。福音は信仰を与え、信仰に進ませます。天国行きの列車にあなたを乗り込ませて、そして行く先々でもう一人のイエス様を信じる人、もう一人のイエス様を信じる人、一緒に天国を目指す旅をする人の仲間を次々と乗せていきます。義人は信仰によって生きると書いてある通りです。皆さん準備しましょう。列車が近づいています。イエス様が再び来られる日が近づいています。再臨の主が近づいています。荷物はいりません。ただ乗り込めばいいんです。ただ信じるだけでいいんです。切符もいりません。イエス様がその切符を十字架の上で買い取ってくださいましたから、もう切符は、あなたの切符は用意されています。ただ神様に感謝するだけで良いのです。間違いなく天国に、目覚めたら、次目覚めたら天国というところへと主は一人でも多くの方を招きたいと願っています。皆さん準備しましょう。ヨルダン行きの汽車が来ました。天国行きの福音の汽車が来ました。国中あちこちから乗客を乗せています。世界中のすべてをくまなく走って、世界中のすべての人たちを一人でも多くその客車に乗せていきたいと願っています。信じる心が鍵です。信じるだけで良いのです。そして信仰によってドアを開けて、イエス様という福音の列車に乗り込もうではありませんか。そして死から命に、サタンの支配から御手の中に、闇から光に移されて、その神の力を日々体験しながら、この町で輝くものにさせていただけたらと願ってやりません。それぞれご自分の言葉で祈る時を持ってください。正直な思いで神様の前に祈ってみてください。信じるだけで良いの